はい、皆さんおはようございます。次ラテアの話をしていきたいと思います。ではフリースケーティング見てきました。はい、いやペアはねまた別の感動がありますね。うん、まあ、シングルとかアイスダンスとは違ったまたね何とも言えない儚い感動と言いますかね。なんかペアって儚い感動がありますね。何とも言えないこうなんかドラマチックと言いますかね、そういった感動があるんで、またアイスダンスやシングルとは違った感動があるので、いやーとても、感動しました。うん、で昨日のショートの時も話しましたけど、とにかくペアの選曲、これはもう例外なくみんなほぼいいですね。うん、選曲がね結構その音楽がドラマチックだったりとか壮大感がな感じの曲結構多いので、ペアの選曲は結構斬新なものが多くて、ちょっとこうまあロマンチックであり壮大であり、ちょっとこう切ない儚い感じの選曲が多いなというふうに、感じました。はいね、なのでちょっと感想とかを述べていきたいと思ってます。うん、で今回は昨日も話した通りペアは7組だけの出場ということになりましたね。うん、はい、ではねちょっとお話ししていくんですけど、今回、まあ、一番最初の選手の方から話していこうかなと思いますが、まず一番最初の選手はですね、イギリス、自国の、イギリスのアナスタシア・ルック組でしたね。はい、この組は007の曲を使っていたと思います。うん、ただまあ違ったバージョンとかであれですけど、でもなんか途中、あ、またこの曲かっていうのはあった感じはありますけど、まあ、でも、うん、良かった気はしますね。はい。まあ、結構最後まで、とても見応えがあったかなと思いました。トリプルツイストはちょっと危なかったかなっていうギリギリな感じがありましたね。うん。はい。で、あとはですね、ジャンプトリプルトーループが、まあ、ミスがちょっとあった感じですかね。うん、まあ、それからダブルアクセルからダブルアクセルも、男性かな女性どっちかが、まあ、ちょっとミスが出た感じがあります。うん、あと、5デブのラストリフトですね、これバランスを崩しましたね。リフトがねなんかちょこちょこ危ない感じがあったんで、そういう感じでしたね。はい。うん、得点が 143.81 でしたね。うん、次、イタリアのイルマとリッカルド組。うん、この組非常になんか面白い感じでしたね。うん、まず選曲が面白い、なんかドク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 っていうね、まあ、そういった感じの選曲だったかなと思いますね。はい。まあ最初のトリプルツイスト、これはまずまずだったかなと思うんですが、まあ、ダブルアクセルですね、サイドバイサイドのダブルアクセル、これが、まあ、男女離れすぎたかなっていう感じがしますね。もうちょっと近く、近づいて飛んでるイメージがあったんです、ちょっと離れすぎたかなっていうふうには感じます。うん、はい。で、スロートリプルルッツ、これは斜めになりましたね。あとね、ちょっと気になることがあるんですが、シングルの、ルッツフリップの見分けって結構簡単なんですけど、はい、ペアのルッツとフリップの見分けって結構難しいですね。うん、スロートリプルルッツなのかスロートリプルフリップどっちなんだろうって、あれルッツに見えたけどフリップって書いてあったりとか、あと解説の方がスロートリプルフリップって言ってるのにカウンターではルッツになっていたりとか、逆もまた確かにどっちが正しいのかってちょっと分かんないですね。うん、でまあルッツはインサイド、フリップはインサイド、ルッツアウトサイドなんですけど、まあ意外とあれ今のルッツっぽいんだけどって思ってもあれフリップになっていたりとかするんで、この違いっていうところがちょっとペアの方が難しいですね。うん、シングルはまあ前から後ろに向いてすぐにこう切り替えていくのはフリップなんで、だからちょっとなんか飛び方がまあ似てるんですよね、ペアが。だからより難しいですね。うん、だからまあスロートリプルルッツとかスロートリプルフリップにもシングルと同じように、まあそのアテンションとかエラーとかあるのかとか気になりますね。うん、はい、そう感じました。あとコンビネーションジャンプなんですけど、これはですね、シングルでは同じジャンプをやった場合繰り返しとなっちゃって、一つはコンビネーションしなければいけませんが、ペアではですね、コンビネーションジャンプを一つやらなければいけないというルールになってるっぽいですね。うん、なのでやらなかった場合は自動的に後半の方でしょうかねが、まあリピート扱いになるっぽいですね。うん、多分、うん、それもちょっと新しいので、結構ルール分かってきたっていうか、ちょっとずつルールが見てきて、見ながら分かってきた感じですね。もうなんか机上の空論で
なんかそのなんだっけ、机上の上だとなかなかすぐ忘れますけど、見ていくとだんだんなんか慣れてきますね。あと、アクセルのラッソーリフトとかも、アクセルって前から入るんですね、多分ね。なんか、なんでアクセルとか言うんだろう、この違いなんだろうとかわかんないんですけど、なんかアクセルリフトってなんか、こう前から入るからアクセルってんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど、なんか、結構アクセルリフトって前にこういう風に、前に向かって入ってるのがアクセルっていう名前がついてたんで、そういう感じで覚えていけばいいのかっていう、ちょっとわかりませんけど、なんか、ちょっと実感としてはだんだんなんか、うん。そういった感じで、あれなのかなっていうところをちょっと掴み始めてるのかなっていう感じです。はい。で、この組は5レブのラッソーリフトのレが非常に良くて、この組ですね、イルマとリッカルド組は、とにかく美しかったですね、リフトがね。リフトが非常に美しかった。うん。ダブルサルコー、オイラーはダブルサルコーでしたけど、うん。ただ、まあ、2つ目、そうですね。はい。2つ目がちょっとマイナスになってますけど、でも良かったかなと思います。曲も全体的に壮大で、演技も非常に壮大で、全体的に良かったと僕は感じますね。はい。得点は 160.23 でしたね。うん。次、アメリカのケイティ姉さん組ですね。この組はね、まず選曲が素晴らしいですね。うん、とても印象に残りました。今大会で本当かなり印象に残った組になりますね。うん、得点から先言うと147点で、決して高い点ではないんですけど、非常に僕は印象に残りました。うん、なんかとても演技の作風がですね、なんか2人が恋してるかのような感じがすごくする。うん、なんか愛が感じる、愛がこもったようなそういうね、プログラムでしたね。うん、なんかこう印象に残りました。とても愛おしさを感じた。だから見ていてなんかちょっと泣きそうになっちゃいました僕ね。うん、なんか二人の素敵な波動オーラがなんか感じられて、このアメリカのケイティ姉さん組めちゃくちゃ良かったですね。うん、感動しました。はい。で、ジャンプはダブルサルコーはこれは良かったんですが、トリプルツイストがギリギリだった気がしますね。うん。スロートリプルループ、これは良かったと思います。なんとかこらえた感じですね。うん。で、ダブルアクセルからダブルアクセルの、まあ、コンビネーション、シークエンス、これがこらえたんですよね。これ非常になんとかこらえて、なんかイエーイってね、会場から聞こえましたね。うん。これは非常に良かったです。うん。だから、サイドバイサイド良かったですが、まあ、うん。で、曲も非常にロマンチックで身に染みる演技でしたし、感動しました。うん、もう一回見てみたいと思ってしまうくらい感動した演技ですね。うん。で、あと、スロージャンプ、これトリプルフリップかトリプルルッツどっちかなんですけど、惜しかったですね。うん。まあ、転倒という形になっちゃったかな。うん。まあ、これ決まってればもっと良かった気がしますね。まあ、ちょっとスピードがなかったかなっていう感じはしましたけど、とても、なんか、いい感じだった気はしましたかね。まあ、転倒はしましたね。うん。まあ、スローフリップ。だからね、このね、組がやったところがフリップなのか、ルッツなのか、スロールッツ、スロールフリップなのか、どっちかなのかちょっとわかんないんで、まあ、結構なんか難しいですね。そこの見分けっていうのがね。うん。ただまあ、ちょっときつかったのが、一番最後の、グループ3のリフトですね。これが、持ち上げた時にもう力つけてしまったみたいで、持ち上げることができずタイミングが合わなかったみたいですね。持ち上げずに、終わっちゃったと。で、結構その後、音楽のロスというか、まあ結構タイム、ロスが、ロスっていうかなんか、ずっとこう、ただ滑ってるだけになっちゃったんで、まあそこがかなり残念だったかなっていう感じしますね。うん。はい。でも、これが0点になっちゃいましたからね。うん。なんで、せっかく素敵な曲の場面で、このリフトが決まってれば、もっとこう、感動場面だったかなと思うんで、まあ、かなり悔しかったかなと思います。うん。はい。まあ、でも、最後は非常に素敵な感じの、なんか、キスするようなシーンで終わったんで、こう、心にはグッとくるような、なんか、悲しさというか、愛を感じるというか、ロマンチックというか、なんかね、そういう感じだったんで、この組、非常にインパクト残りました。うん。得点は147点ですけど、僕はかなりインパクトに残った組でございます。感動しました。はい。次、グルジアのアナスタシアとダニル組。この組も非常に良かったですね。僕、花丸つけてます、この組。うん。非常にインパクト残りましたね。で、この組はね、とにかく振り付けが非常に面白い。うん。工夫があって斬新でしたね。うん。振り付けが、まあ、最初からですね、静止した状態でですね、男性か女性を持ち上げているこの状態からスタートして、うん。非常に面白いスタートでしたね。うん。
で、まあ、スタートがもう本当素敵な感じで引きつけたんですよ。うん。で、まあ、最初のトリプルサルコー、ダブルトーループ、サイドバイサイド非常に良かったと思います。綺麗に決めましたよね。で、音楽がなんかピアノの曲で、ちょっと悲しげの曲ですね。うん。ただ結構なんか、また斬新な感じで、でもちょっと悲しさも感じる、儚さも感じるんで、このグルジアの組も非常に良かったですね。うん。曲の選択とかも素晴らしいと思います。で、トリプルツイストのところも良かった気がしますね。で、サイドバイサイドもう一つダブルトーループになってますが、綺麗に決まったと思います。はい。ただ、スロートリプルフリップですね。これがステッピングアウトしてしまったのが残念でしたね。ただ、リフトは非常に良くて、グループ4のリフト、これは花丸で非常に素敵でした。うん。それから、デススパイラル、バックアウトかなのデススパイラルの後ですね。この後の振り付け、こういうね、こう、ポーンっていう振り付けで、あれは本当素敵でしたね。うん。このようにですね、この組本当に振り付け素晴らしいです。グルジアのアナスタシア・ダニエル組。うん。振り付けが本当に良かったと思います。うん。それからですね、コレオシークエンスもとても良かった気はしますね。うん。はい。あとはですね、ファイブアクセルのラストリフトもレベル4、リフトも全体的に良かったと思いますね。で、一番良かったのが終わり方ですね。終わり方もなんか、こう、こうやって持ち上げて、こういう風にして、で、肩の手のと、男子がこういう風になって、こんなになって、で、しゃがんで、こう、こんな風にしてました。こんな風にしてもらってまして。で、結構なんかぎこちない感じでしたけど、すごくインパクト残りましたね。もうそれしか頭ないくらいインパクト残って、とても、このようにこの組、本当に最初から最後まで、振り付けが斬新で工夫があって、とても良かったですね。うん。で、最後男性がこんな感じでガッツポーズ、こう女性を持ちながらこうガッツポーズしてて、めちゃくちゃ面白かったですね。うん。あ、こういう感じもあるんだとね、ちょっと、なんか、さらにペアが楽しくなりました。もう大変ですよ。ペアもアイスダンスも好きになっちゃって。ね、もう本当良かったですね。うん。はい。で、得点がテクニカルエレメンツ高いですね。53.01 で、プログラムコンポーネンツ 53.89 なんで、結構いい PCS も出たかなと思いますね。はい、165.60 ということになりましたね。この組本当にインパクト残りましたね。うん。はい、次、ドイツの組ですね。この組はレティツィアとルイスっていう選手ですけど、この組もインパクトね、結構残りましたよ。うん。結論から言うと、この組ね、メダル取ってめちゃめちゃ喜んでましたね。うん。かなり際どい勝負で、それこそグルジアの組とですね、どっちがメダル争い勝つかっていうところがあって、この組が 167.37 で、2点ほどグルジアを上回って、銅メダルを取りました。うん。結構、だから満足ですね。うん。満足してましたよ、この組は。うん。はい。まずね、トリプルツイストは非常に高さがあったかなと思います。で、ダブルアクセル、ダブルアクセルから、シングルアクセル、ダブルトーループのコンビネーション、これちょっと詰まったんですけど、まずまずですね、うん、良かったと思います。ちょっとでも点逃しちゃったら、もうメダル逃しちゃうんで、うん。あとは、サルコーがダブルサルコーになっちゃったと思いますね。これはダブルサルコーにしたのかな、うん、サイドバイサイドのサルコーですね。で、511のラストリフトが良くて、スロートリプルルッツかフリップでしょうかね。これがね、まあ、2フットランディングになってますね。はい。ただ、コレオシークエンス素敵でしたね。うん。それからスロートリプルサルコー、これも2フットでしたね。だからスロージャンプが両方ともちょっと2フット気味に着地したかなというところでしょうかね。うん。はい。で、それとね、うん。5リブのラストリフトのところ、お客さんのところにこう、わーっと近づいて、危ない。に近づいてですね、大丈夫かな。に近づいて、なんか、お客さんのところはみ出してるんじゃないかっていうぐらいね、このリフトの時に近づいて、すごい見応えありましたね、このリフトね。うん。まあ、そんなことだったりとか、あとはですね、まあ、そんな感じで非常に、彼らも良かったと思います。一番良かったのは、まあ、彼らが非常に満足していたということですね。うん。演技終わった後も結構表情良かったですし、得点が出た後はめちゃくちゃ喜んでましたね。テクニカルエレメンツが 51.80 で、これはですね、グルジアの組を下回るんですよ。ただ、プログラムコンポーネンツは 55.33 で、これはグルジアの組を上回っていきます。はい。107.13 で、フリーは、フリーも超えて、167.37 で、見事銅メダル獲得ですね。うん。いや、かなりすごく嬉しい、喜んでましたね。うん。本当に良かったかなと思います。だから、このショートの時も言いました、このグルジアの組がもしかするとメダルを取る可能性があったところなんで、まあ、結構ドイツとしては、ドイツの組はですね、まあ、プレッシャーがあったかと思うんで、その中で、まあ、この演技ができたんで、まあ、結構、まあ、メダルが取れて良かったんじゃないかなと
思いますね。はい、そう感じます。結構なんか予想外の乱れだったんでしょうかね。うん、はい、そんな感じです。次、上位2名の争いですけども、イタリアのですね、サラニコロ組、うん、サラニコロ マッチ組ですね。はい、この組は結論から言うと最後女性が怒ってた感じにも見えますね。うん、なんかリフトのところでちょっと失敗してですね、なんか女性がなんか男性に最後演技終わった後になんか言ってたんですけど、なんかキスするシーンで終わったんですよ。でその後になんか音楽止まって女性がこうフーンっていう感じだったんで結構これ怒ってるなと思って、せっかくなんかいい感じで終わったんだから、ニューステムパラダイスのすごくね素敵なロマンチックな感じでキスするような感じで終わったんだから、なんか女性こうフーンってなってすごい、なんか そこばっかりがインパクト残ったんですよ。うん、このようにペアってなんかあるんですよ、いろいろね。はい、そういう感じがします。アイスダンスよりもいろいろあるかな。うん、なんかそんな感じしますね。はい、だから波乱万丈な気がしましたね。うん、面白いですよ本当アイスダンス、ペア。うん、で、曲がそのニューステムパラダイスでやってて、で、トリプルツイストとか良かったですね。トリプルサルコーかダブルサルコーも良かったし、トリプルトーループこれこらえましたけど良かったですよね。うん。ラスト、ワイフ5レブのラストリフト、これも良かったし、スロートリプルループ、そして5トーのラストリフト、これトーのラストリフトってのは、これはこの組だけしかやってないですね、多分ね。うん。だからこう一回こう引っ込んでからヒュッて上げるのがあれかな。5トーのラストリフトって。ここら辺が分かんないですね。持ち上げ方によって名前が変わってくるのかな。うん。なんかこう、ヒューってこう、ヒューって、ヒューって持ち上げる感じ。これが、なんか、5トーラストリュースってのグループ5のあれかな。ね、トーリ ラストリュース、ちょっとここら辺が分かんないですね。うん。まあでも、他の選手とかを見て、ちょっとなんか学んでいきつつですね。うん。なんだろう。だんだん分かってくるでしょうね。だんだんね。うん。面白いです。分かってくる過程っていうのはね。はい。で、このリフトは非常に良かったし、コレオシークエンスもとても素敵だったんですよね。で、ただ、スロージャンプのスロートリプルループも非常によく綺麗に決めたかと思います。だから、結構順調に来てました。ただ、スロートリプルサルコーはちょっとステッピングアウトしましたね。うん。そして、よかった、まさまさったんですけど、まさかの、グループ3のリフトでミスりましたね。はい、一番最後の、まあ、最後のあたりのリフトでまさかのミスで、持ち上げる時のタイミングがなんかでミスりましたね。うん、なんかできませんでした。だから解説もかなり残念がってましたね。非常に残念があって、本人たちも残念な感じでですね、うわーっていう感じでした。途中までは先生もなんか、先生からの声も聞こえて、うわ、もう少しでいけるいけるっていう感じだったんですが、まあ、このリフト失敗、うわーっていう感じでしたね。うん、すごい残念な感じです。はい、うん、はい、だから本当に終わりよければ全て悪いっていう感じでしたね。うん、このリフトの失敗でなんか本当にもうなんか、台無しという感じがしました。うん、本人たちもさっき言ったように終わった後もこうふんっていう感じっていうか、ちょっとなんか女性もなんか言ってたし、なんかちょっと怒ってたのか、まあなんか口論になってたのか、そういう感じがありましたね。うん、ただ点数はね、ますますね、テクニカルエレメンツ 54.67 で、プログラムコンポーネンツも 60.83 で、結構いい点は出てた気がするんですよね。うん。でも本人はこの 115.50 っていうフリーの点数ですけど、点出た瞬間にもうこんな感じ、もう全然ダメみたいな。うん、なんで、まあ、多分本人たちからしたら悔しいですね。うん、で女性の方はなんか泣いてた感じもあったんで、結構悔しかったっぽいですね。 184.19 なんで、まあ、結構いい演技だった気はするんですけど、いい得点出た気はするんですけど、やっぱり1位の組に勝ちたかったのかなっていう感じは受けましたね。うん、はい、まあ、上の方の戦いのレベルの話ですよ、やっぱきっとね。うん、そう感じました。でも素敵な演技だったと思いますよ。うん、はい、次、優勝したアメリカのアレクサとブランドン組ですね。はい、この組はね、やっぱ強いですね。強いんだけどミス結構あったんですよ。うん、まあ、結論から言うとですね、この組は多分ですけど、サイドバイサイドのジャンプが苦手かなと思いますね。うん、2つともミスがあったし、最初のトリプルツイストは非常に良かった気がします。ただトリプルトーループのところで女性が多分これステッピングアウトしてます。回転も足りなかったかな、多分ね。うん、それからスロートリプルループ、これはワンハンドでちょっと手をつきましたが、加点はもらってました。だから手はつくけど、流れれば加点はもらえるのかなっていう感じですかね、ペアの場合は。まあ、シングルも片手ぐらいだったら平気だったかな、減点はされるかな、でも。うん、そう思います。
はい、ただ、まあ、トリプル、あのサイドバイサイドのトリプルサルコーでも女性がミスした、うん、でしかも回転は足りなかった気がします。だから結構、まあ、サイドバイサイドのジャンプはこの組苦手ですね。特に女性がちょっとミスしやすいかなっていうのをショートの時もちょっと思いました、うん、でこのトリプルサルコーはリピートマークになってましたんで、ここコンビネーションにつけれなかったんでより減点されると思います。はい、あとは、他の目は本当素晴らしくて、リフトも良かったし、ただスロージャンプも非常に良かったですね。スロートリプルフリップも完璧でしたね、うん、それからスケーティングも非常に伸びてて、非常にこの美しい、スピードもあり、爽快感もあったので、スケーティングはすごく素晴らしかったかなと思います、うん、エッジワーク素晴らしいですねこの組はね、うん、それから5アクセルのグループ5のアクセルラストリフトなんかも良かったと思います、うん、コレオシークエンスも見事でしたね。グループ4のリフトも良かったかなと思います、うん、まあ、ミスも多かった、ちょこちょ こう、まあ、サイドバイサイドのジャンプでミスあったんですけど、でもなんか良かったですね、うん、本人たちも演技終わった瞬間に、ああやっちゃったやっちゃったっていう感じの顔をしてたんで、なんか良かったのかな多分ね、うん、テクニカルエレメンツも 62.26 ですよ。で PCS が 67.71 で総合 129.97 で 205.85 ですね。200点超えてきたんですよね。結構だからいい点出てる気がします。うん、205.85 っていうことは、これリクリューとかなりいい勝負ですよ、うん、本当にリクリューと相当いい勝負になってきますね。だから多分世界選手権とかのリクリューの最大のライバルになってくる気がします。うん、なのでかなり、注目ですね。はい、注目になります、うん、あのこの2位のこのイタリアのサラニコロ組もですね、まあ、結構ミスがなければもう高い点出ると思うんで、ぶっちゃけ、まあまあ、若干ライバルになってくる気がしますね、うん、そういうふうに僕は感じました。はい、まあ、とりあえずこのアメリカのアレクサ・ブランドン組はジャンプのミスがあってこの点数ですからね、うん、まあ、結構だから結構あれですか、でも、ペアは結構ミスがあるのって結構普通っぽいですね。うん。なんか結構やっぱり全部完璧になるって超難しいっぽいので、うん。まあ、なかなか難しいかなと思いますけどね。はい。リクリューのフリーは何点だったかな？どこだったっけ？リクリューの、総合得点をちょっと見てみたいんですけど、どれくらいだったかな？多分、見えないな。どこだろう？うん。リクリューね。スケカナだったかな？うん。どこだろう？ね。結構いい200点は超えてたと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。うん。あ、あったあった。あ、でも点ちょっと書いてないわ。点書いてないですね。うん。何点出たのかちょっとわかんない感じでしたね。ちょっとこれじゃ分かりにくかった。うん。はい。あ、これ違うよ。あれだ。エキシビションだ、これは。何点だったんだっけな。リクリューね。うん。ちょっとね、点数分かんないので、今度ちょっと分かったらお話、明日以降したいと思います。はい。というわけで、いや本当に、とりあえずペアも完投したんで、うん、ちょっと今日は夜遅いですけど、男子のね、フリーを見ていきたいと思います。まあ、まあ、夜の 10時なんで見れますね。うん、男子のフリーを見て、感想を今日全部言えるかどうか分かりませんけど、ちょっと、楽しみに見ていきます。佐藤駿君逆転できるかどうか、うん、楽しみですね。はい。うん。では、行ってきます。